ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのりかです。今回お届けするテーマはこちら、国ごと日本に任せたい。バングラデシュに日本企業が建設費用を返還、大林組や清水建設に称賛の嵐。バングラデシュで日本企業が橋建設を依頼され作業に取り掛かっていたのですが、日本の技術力だけではなくある行動が世界で話題になりました。ある行動とは一体何なのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。日本の橋を作る技術は世界に誇るレベルと言われています。それもそのはず、橋を作る工事である橋梁工事は昔から川や谷などの隔たれた場所で人々が道を行き交うために行われてきました。日本は河川や湖が多い地形のため昔から数多くの橋が作られてきたようです。さらに地震が多い国でもあることから、地震があっても崩れない丈夫な橋が必要であったことから橋梁技術が発展していきました。古くからの歴史があるからこそ今の日本の橋梁工事の優れた技術があるんですね。日本の技術力がどれほど高いのかというと、神戸市と淡路市を結ぶ世界最長の吊り橋、明石海峡大橋が伝わりやすい例です。約10年の歳月をかけて建設され、1998年に開通した明石海峡大橋は、実は建設中に大きな地震に見舞われました。それが1995年に発生した阪神・淡路大震災です。明石海峡大橋は震源地から近く、震度7の大きな揺れに襲われましたが、倒壊することはありませんでした。地震後の調査でも構造に損傷がないことが分かり、高い精度での組み上げをはじめ数々の地震対策が功を奏したのです。震度7にも負けない橋ってすごいですよね。この事実は日本の橋梁技術のレベルの高さを世界に知らしめるきっかけになりました。特に経済発展が著しいアジアの途上国は、道路など日々の生活を支えるインフラの建設が急務だったことから、さまざまな国が日本に橋の建設を要請してきたのです。バングラデシュもその国の一つ。バングラデシュの国土は日本の約4割であり、およそ北海道と東北を足した面積と言われています。しかしその面積に約1億6000万人もの人々が住んでいて、人口密度は日本の3倍と言われているのです。これは確かにインフラの発展は必要不可欠ですね。そしてバングラデシュは首都ダッカと第二の都市チッタゴンを結ぶ3本の橋の改修と、それぞれに並行して作られる同規模の公共の建設工事を日本に依頼しました。そして橋が完成すると、バングラデシュではあるニュース記事が出たのです。稀に見る誠実さ。橋が完成した後は日本人は建設費の一部を返還といったタイトルでした。一体どういうことなのでしょうか。大林組、清水建設、JFE エンジニアリング、 IHI インフラシステムは、2015年11月にバングラデシュの道路交通橋梁省道路国道部からカチプールメグナグムティ第二橋建設工事と既存橋改修工事を受注しました。その金額はなんと約900億円。規模が大きいことが分かりますね。カチプール橋、メグナ橋、グムティ橋は首都ダッカと第二の都市チッタゴンを結ぶ3つの橋で、バングラデシュの人口の3割、GDP の5割を運ぶとても重要なインフラです。この3つの橋も日本の企業である大林組が建設しました。しかしこの3つの橋が建設されたのは1970年から1990年代のこと。橋の開通から20年以上が過ぎ、バングラデシュの経済発展に伴って3つの橋の交通量の増加が大きな課題になってきました。橋の容量が足りなくなってきてしまい、日常的に交通渋滞が多発するようになってしまい、今回の依頼に至ったということですね。再度依頼をしてくれるなんて、日本が信頼されていることが分かりますね。他にも清水建設はチッタゴン空港の建設に携わるなど、バングラデシュで50年近くの実績があります。
JFE エンジニアリングは1970年代以降、アジアやアフリカで橋の設計や製作、仮設工事の実績を積んでいて、アジア諸国でも実績がある企業です。 IHI インフラシステムも日本だけでなく、アメリカやトルコでの橋や軽量鉄骨などの構造物の設計や施工、エンジニアリングを行っています。今回参加する4つの日本企業は、それぞれ橋梁建設だけでなくインフラ事業に強く最強のチームということが分かりますね。こうしてバングラデシュの都市部のインフラ改善に伴う一大プロジェクトが2015年11月から始まりました。実際に建設が始まったのは2016年1月。建設にあたって難易度の高い最新の技術を複数導入していきました。例えば改修工事で基礎部分が波や雨風などで削られないようにする先屈対策、また橋梁の耐震性向上、既存橋梁の安全性の向上や延命化を行いました。こういった工事ができるのも今まで日本が培ってきた技術があってこそですね。しかしここである事件が起こりました。ダッカレストラン襲撃人質テロ事件という、バングラデシュの首都ダッカで外交関係施設などが集まるグルシャン地区のレストランを武装した7人が襲撃したテロ事件が起きたのです。このテロ事件で日本人7名を含む合計28名の方が被害に遭いました。しかも被害者の中には今回のインフラ整備事業と関わりのある国際協力機構の人もいたようです。このテロ事件の影響で各社は自宅待機を指示されたり、情報収集に追われることになり、安全確保の面などから工事が半年間中断してしまいました。しかしそのような状況があったにもかかわらず、工事再開後日本の建設会社4社が総力を挙げて工事に取り掛かると、第二の橋を1ヶ月以上も前倒しで完成させたのです。こうして全ての橋梁工事は予定よりも7ヶ月も早い2020年の1月に完了しました。この既存の3つの橋と新たな橋の建設によって交通容量が 1.8 倍に拡大し、バングラデシュの人を悩ませていた交通渋滞も大きく緩和されたのです。しかし世界を驚かせたのはこれだけではありません。日本の建設会社4社が工期が早まった影響で抑えることができた建設費用をバングラデシュ政府に返還することを申し出たのです。その額はなんと数十億。返還する理由として日本の建設会社4社は、工事が円借款の ODA 事案なのでと話しています。 ODA とは政府資金で行われる開発途上国などに対する支援や協力のことで、開発途上国または国際機関に対して経済協力や技術提供をすることです。本来ならば工事費用で浮いたお金は建設会社の利益として受け取っていいことになっていて、バングラデシュ側もそれを依頼時に承諾しています。それにもかかわらず浮いた建設費をバングラデシュに返還するなんて、誠実かつ粋な計らいすぎて感動ものですね。日本の建設会社4社が浮いた建設費用を返還した事実を聞きつけたバングラデシュの方々は大騒ぎ。現地だけではなく海外でもこの事実は多く称賛され、ネットで話題になりました。正直にお金を返還してくれるのは日本人だけだろうね。日本が大好きだ。日本人は勤勉で誠実。小さい頃から何度となく耳にしてきた言葉だ。暗鬱な気分になるニュースが多い中で、明るい気分にさせてくれる素晴らしい話だね。今俺が言えるのは、日本には尊敬の念しかないということだ。日本人に仕事を頼んだ時の安心感は異常。日本人の民度の高さを象徴するような話ですね。もういっそのこと国ごと日本に任せたいんだが。本当に誠実な人たちだね。日本人が世界中で高い評価を受けてるのも当然なんだな。日本の建設会社の誠意ある行動が海外の方に高く称賛してもらえてとても嬉しいですし、日本人として誇らしいですね。
バングラデシュ国内からも、もう国ごと日本に任せたいという声が上がっているほど、今回の日本の建設会社の技術力や誠実な態度がバングラデシュの方の心に響いたようです。日本は他の国からも技術力だけでなく、その誠実さも海外から高く評価されています。実はカンボジアでもバングラデシュと同じように、日本は多くの賞賛を受けているのです。カンボジアの首都プノンペンのトンレバサック川に架かるチュロイチョンバーという橋が、約1年半にわたる改修工事を経て開通しました。チュロイチョンバーは通称日本橋と呼ばれていて、1963年に日本の援助で建設された橋です。この橋ができるまでは、トンレバサック川には一つも橋がかかっていなかったため、建設されると住民から歓喜の声が上がったと言われています。ところがカンボジアで内戦が起こり、1972年に日本橋は爆破されて落橋してしまいました。そして内戦が終結した1992年に、シアヌーク前国王が日本橋をまず修復し、復興の象徴にしたいと強く要望し、日本の無償資金協力による改修が実現したのです。こうして前国王により、日本橋は日本カンボジア友好の橋と名付けられました。それから25年が過ぎて、カンボジアもバングラデシュと同様に経済が発展していき、この橋は首都プノンペンと地方を結ぶ交通物流の要所となったため、交通量が橋の許容量を超えてしまったのです。そこで日本政府は、日本カンボジア友好の橋の改修工事を快諾し、2017年9月に建設工事が着工されました。この工事でも建設期間を2ヶ月前倒しして橋を完成させたのです。もともとは2019年の6月に完成予定だったのですが、4月に終わりました。これにも理由があります。実は4月はカンボジアのお正月、クメール正月期間にあたる月であり、正月期間の交通渋滞緩和のために建設期間の前倒しを頑張ったようです。この日本の思いやりにあふれた行動に、カンボジアの方は大絶賛。相手のことを思って行動する優しさと誠実さが評価されるのは、同じ日本人として本当に鼻が高いですよね。日本の工事技術は安心安全だと海外から評価され、その誠実さまで海外から評価されるのは本当に誇らしいことです。日本人でよかった。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。